ニンジニアネットワーク。オフザピッチ。今日は鳥取戦で今季2得点目を決めた田中大翔選手。田中選手ってどういうキャラクターなんですか？別に目立たないし、そんなに自分で全然喋るわけでもないし、僕も多分上の方やと思うんで、もう30になって。で、若い選手が今は多いんで、隠れてますね、本当に。存在はあんまりしてないような感じなんですけど。いや、誘われたら行くけど。誘われても行かないですね。なんだか謎が深まってきましたよ。苦手なものって何ですか？はい、虫とかですかね。ここすごいっすよ。特にセミは、ね、もう絶対触れへんし、ついたりとかした時には服脱ぎますね。一回全部。リキやったかな、あのシーズン始まって財布になんか虫のおもちゃ入れられたとかして、俺それコンビニで見てうわってなりましたけど。ちょうどその時、ブリブリのあれ、そうおもちゃ、それを話したわ。一人でコンビニでバーターで、そうこいつにいじられる。ちょっぴりいじられ愛されキャラの田中選手でした。